はい、どうも、セイディです。KOF98 アルティメットマッチオンライン実況の方やっていきましょう。ではね、頂上決戦やっていきましょう。選択チャレンジね、ボタンを押してます。選チャレ。さあ、選択チャレはね、やっぱ先生欲しい。ガチムチさん。先生取った。よっしゃ。ガチムチなんかな。パオとイップ。まあ、これはパオでしょう。パオとイップ。ジョンとシェルミー。まあ、ジョンかな。リンとテイ。僕はリンかな。リン好きなんで。最後 LR 来た。これデュオロンでしょ。デュオロンと、ケンス。ただ今日 LR なんでね、まあ、向こうのキャラにもよるかな。先生は取ってる。ケンスクーラか。ケンスクーラ、覇王丸。マチュアや、マチュア。マチュアやったら悪くないですよ。で先生取ってるよね。デュオロンは先出しの方がいいかな。やっぱり踏ん張りあるし、怒り回転も早いから。マチュアもう先出しでいいか。ケンスがいるから、ジョーここにしとこう。こういって、で、覇王丸いるよね。え、覇王丸いたっけな。パオは、パオは後でいいか。え、覇王丸いたかな。ちょっと待てよ。こうしとこう。覇王丸が、え、前の試合やったかな。ちょっとわからんくなってきた。このウィップはもう倒す勢いでいきましょうか。倒せるかな。お、倒した。あ、倒してないか。このウィップはでもマチュアに飛んできますね。マチュアに飛んできて、あ、使わない。そうか。ケンススキル出たら、リンのゲージ溜まる。おお、いいね。溜めてくれた。そしたら、ここはね、マッチュ、あ、リン溜め、使って、そうっすね。リン使うて、デュオロンでロバート倒してから、ケンスの怒り下げて、クーラーに行くって感じかな。それがいいっすね。こう行きましょうか、だから。だからまずはね、ここはまずリンから。ケンスは、あの、竜のパワーがあるから、ちょっとややこしい。これ、ケンスワンチャン倒されへんかな。ケンス殴りに行ってみようか。クーラー怒り下げ入れて。そうしましょうかね。クーラー怒り下げ入れて。ケンスワンチャン倒せる可能性もないかな。難しいかな。一応行ってみましょう。さあ、デスローから。ワンチャン倒せない。踏ん張っただけ。踏ん張っただけやった。まあ、クーラーでもゲージ溜まってないですよね。さすがに。ヤシロと。テリー来たな。2003。2003が出てきます。ケンスはゲージ溜まってるからね。ここ、リンの踏ん張りが入ってほしいけどね。バスタウフ。リンの踏ん張り入れば、このケンスも一撃耐えるかもしらん。どうかな？ヤシロ。ヤシロは使えますよね。ミリオンバッシュ。ケンスは、この踏ん張り入ってほしいな、リン。さあ、どうか。踏ん張り。あー。体勢入、うわ、めっちゃ減った、マチュア。マジっすか。マチュアめちゃめちゃ減るけど、マジか。これマチュアはヘブンズゲートは、いやーそうか。これパオ入れとこうか、復活ね。パオとデュオロン前に出すのもありやな。向こうでも必殺、あ、クーラーがワンチャン使えるからね、危ないな。こう行くしかないか。そうですね、こう行きましょうか。まずはマチュアからやな、これは。マチュアから使おう。ヘブンズゲートから使って、うん。で、パーを使いましょう。あ、あれあれ、復活したヤシロが。ここはもうね、この倒していきます、テリーは。周りからどんどん倒していこう。で、ここ、ケンス行っても、竜のパワーあるから、多分また倒せないですよね。だからクーラー削っとこう。クーラー削っておきます。ある程度、デュオロンで削れるんで。復活のバフはマチュアに入ってますね。これマチュアはでも復活のバフ入れても意味なかったんかな。一回復活するけど、どうなるんかな。あ、ハオマルいたね、やっぱり。やっぱりハオマルがいました。さあ、天下風神山。ケンスはゲージたまらないよね、さすがに。一旦では。クーラフローズンは、デュオロンは氷向こう。え、凍ってるけど、なんで。あ、一旦か、デュオロン。いやー、なんかロックと勘違いしてた。あの、二ターンやと思ってました、マジで。やってもうた、これは。二ターンやと思ってた。うおー、ゼロやられた。これ、デュオロン凍ったん痛いなぁ。マッチは。さあ、ここはもうデュオロン前に出すか、これはね。さすがに。ジョンと、こう行きましょう。両方使っていきます。ハサミ行き。ハサミ行きと、ジョンも使う。ハオモルは倒しに行きますが、マッチはで回収かな。こうかな。うん。ケンスはゲージ貯めたくないから、こっち。でも、ケンス溜まってるよね。スキルで回復とかあるよね。
多分件数溜まってるかと思います。シェルミ、シェルミフラッシュ、お、シェルミ前にしてくれる方がいいな。溜まってるよね。ただデュオロンはダメージ制限あるから一撃は耐える。ワンパンは耐える。うわー、右京さん追加ダメでそんな減る。右京さん、クーラーゲージ溜まってないね、さすがにね。デュオロンは先行状態入るけど、これね、でもマッチャーが復活するからね、どういう感じに行こうかな。さすがにこれ右京さん倒しに来るよね。マッチャーに来てくれへんかな、ワンちゃん。あ、右京さんね、そうするよね。でマッチャーも復活できるから、デュオロンは、そうか、ここはどういったらいいんかな。デュオロン前じゃ危険かな。いや、行こう、使おう。使ってクーラーフローズン入れてから、でデュオロンはこの HP 回復したいんですよね。だからこう行こうか。うん、うわ、倒されへん、マジか。シェルミーを倒せない、まさかのシェルミーを倒せなかった。でクーラー使ってきてもマチはさえ凍らんかったらいけるんですけどね。マチは氷やめて。よしよしよし、さすがにこれ、マチはまで届かんからね。これならいけるかと思います。よし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 、このままあえでいいかな。でマッチュは先に使いましょうか。これで、うん、シェルミー倒しつつ、デュオロンはクーラーに飛んでいく。これでいけますね。クーラーはさすがにここで倒せるから。おお、デュオロン回復量えぐいよ、マジえぐい。これでいけたね。まだマッチュはこっち復活しますからね。で件数じゃない、デュオロンはあのダメージ制限がある時点で、ワンパンがされないから、うん、これでマッチュはやられても復活できる。こうなってくるとデュオロン強い。あー、毒危ない。毒危なかった。マチュア、ちょっと待って。マチュアゲージ溜まってない。マジか。しかもデュオロンあれ出てへんし、スキル。マジっすか。デスローで。おー、デスロー強いわ。今のヒヤッとしたね。マチュアが復活して、もう必殺打てるもんやと思ってたけど、ゲージ溜まってなかったんで、ちょっとね、ヒヤッとしました。なんとかね、勝つことができました。はい、では頂上決戦の続きやっていきましょう。さあ、ボタン押しましたよ。ランクバトル押しました。今回選択チャレンジですね。さあ、センチャレは、先生といいキャラ欲しいけど、先生とロック欲しいね。めちゃめちゃやな。先生とってロック来たら、ほぼ負けへんですよね。適当にやっても、まあ勝つでしょうね。でも今やったらサイキがおるからどうなんかなっていう感じもあるけど、名前ちょっと読めませんね。コングさんかな。お、先生取られたけどエイジ来た。これエイジ取っていきましょう。わ、マリーとパオ防御防御。マリーとパオやったらね、パオかな。復活やっぱされると嫌なんでね。これはクリザリッド。先生取られてるよね。セスとリンならリンかな。結構あれやな、ちょっと癖のあるキャラが集まったね、今回。覚醒レオナとテリー2003で、マキシマと、セスカ。うおー、技型多いよ。パッと見技型しかいない。リン、エイジ、アテナ、ベニマル、クーラも技でしょ。攻撃型がクリザリッドのみっていうね、すごい癖のある、メンバーになりました。で頭はエイジでいいかな。キム、エイジ置いて、これもね、リンとクーラ置いたろかな。クーラで嫌がらせしていく感じもありっすね。いや、やめとこうか。でもクーラちょっと危険な気がしりだ。ベニマルでちょっと様子見よう。テリー2003か。クマ、カメ、トラ、ヘビ、シコンやな。シコンになってますね。エイジはゲージ溜まるので、使いましょうか。ちょっと席が出そうっす。あ、ちょっと席してました。エイジは使っていきます。さあ、斬鉄派出た。よし、いいね。ここは、マリーを叩いていきたいね、やっぱり。毒も出てるし、いい感じかと。これマリー使われてももうマリー瀕死になってるんで、だいぶ今のは、先生じゃない、エイジの聞きましたね。さあ、スプラッシュローズ。エイジをやっぱ誰で倒すかによるんですけど、あー、これ、パワーダンクで？うおー、生きてるか！パワーダンクでも生きてた。うわー、エイジが微妙に生きてる。これちょっと嫌な感じやな。嫌な感じの、体力になってしまったな。マリー倒してしまうもんな。マリー倒すとテリーのゲージ溜まるから、ちょっとやりづらいな、マジで。こういこうかな。こういきます。で、キム使おう。キム使おうて、ここはリンの毒をやっぱテリーに入れたいかな。ただこのマリー硬いから、届かんかな、それまで。あー、届けへんな。毒で倒せるんですけどね。
これテリーがゲージ回復する。でバスタウルフ先に使ってきたらエイジやられるんですけど、まあさすがに覚醒から使うよね。覚醒ちゃうわ、霞ね。いやこれでもワンチャン全滅もあるな。ワンチャン全滅もあるけど重ね当て、うわエイジやられてしまうか今ので。サバスタウルフはミニマルにクリティカル。うおーマジか、これ全滅や。やってもうた、あかん、これあかん、これやってもうた。やっぱマリーをねちょっと叩きすぎたな。もう少し調整しないとあかんかったね。これはやってもうたよめちゃめちゃ情けない負け方したな。これはねやっぱテリーのクリティカル考えるとこういうこともあるから、ちょっと安易にやりすぎたね。じゃあもう一回行きましょうか。さあボタン押してます、ランクバトル。今のはまあ展開予想できるよね。あれは霞も打てるし、マリーをだからあっさり倒しに、行ってしまったのがちょっとあかんかったかなってね思いますね。パイマルさん、パイパイのこと先生取られたね。クラウザー取ろう、クラウザー取って、メイリー先生取られてるからいいから、わーゲニとリョウか、リョウかな。やっぱりワンチャンないか、ロバートなかったね。これアテナとテリーやったらさすがにテリー取っておきましょうか。ゲニとアテナとネスツ教徒クロゼロ、めちゃめちゃ攻撃型に寄ってるっすね向こうの人。こっちは、ゼロとベニマルをあもっと攻撃的なキャラ、テリー、まあテリーがおるけどね攻撃的なキャラ。これはもうちょっとね全滅な感じでいく方がいいかもね。どうしようかな、一ターンでさすがにやられへんよね。メイ出しとこうかな、頭にこうしようかね、こういっときましょうか。メイのゲージ貯めて後ろに飛ばしに行きましょう。あーゲニーいるんか、ゲニー出すか最初から。でもこれメイがやられる可能性あるからな。おお危ない。そしたらこれはもう、メイは使うんですが、クローンゼロに飛べへんかな、大丈夫かな。まあいけるでしょう、うんいけるでしょう。あーゲニーに飛んだ、ゲニーに飛ぶと、いややばいか、キング溜まるんじゃないこれゲージ、キングのゲージ溜まっちゃうとやばいよね。お麻痺したジョー、キング、うわー溜まるよね今のスキルで、やばいってこれ。溜まったらサイレントフラッシュでワンパンされるから、メイがやばいな。サイレントフラッシュやめてやめて、うわーこれあかんわ、もうメイほんまだから嫌なんすよ一列スキルは。だからもう先に出したんすよ僕一列スキルを。しかもジョーのめまいも解除されたし最悪やこれ、もう全滅狙ったろ。こうなるともう全滅しか狙わないですよ。これはちょっと最悪やな。今ので黒ゼロも溜まったしな。マジか。2代目は、ちょっと待ってよ。2代目は、ゲニに飛ぶね。で、黒ゼロ打ってくる。だから、ここはゼロ出しとこう。こういきます。で、雷光剣は使う。暗黒雷光剣。で、ここ、ジョーを叩いていって、こうかな。もうシェレミー倒させて全滅狙いに行くんですけど、全滅はね結構簡単に取れそうなんですが、ただやっぱあのゲニの復活ですよね。問題は復活さえなければっていうところやけど、これベニマルに来るんかな、ゼロに来てほしい。よしよしよし、めまいやめて、めまいやめて、めまいワン票出てるけど、よし。そしたらゼロを使って、全滅、ちょっと待てよ、2代目かこうか。いやちょっと待って、まあ全滅無理やったとしてもこの形の方がいいよね。これでいきましょう。で先に、先ゼロはね、先ゼロの方がいいね。ゼロ打って、あクリティカルいいね。あー倒せない、でもこの幻影ハリケーンで倒せるよね。よしよし、でバスタウルフを黒ゼロにぶち込んで、そしたら全滅取れるかと思いますが、やめて復活、ほんまにやめて。さあ、I'm OK! バスタウルフからの極限竜王儀、やめろ復活は、やめろよやめろよ怖いほんまに怖いんやってこのゲーニッツ。 5% ぐらいやけど、マジで復活するからね、ピンポイントで。いや、怖かった。でも、なんとかいけたっすね。やっぱテリーとか残ってたら結構こういう感じで、攻撃型残ってたらね、一気にいけるんで、まあなんとかね、勝つことができました。いや、怖かったね、しかし。はい、では今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。